レペゼンタイマーが世界一。挙手。皆さんこんにちは、DJ 加藤です。今日はですね、レペゼン地球活動休止の本当の理由をですね、本人たちより先にフライング発表しちゃいます。彼らがですね、活動休止する本当の理由はですね、まず一つは、ずっと言ってる通り、フォイが、レペゼンタイマーに加入して、で、試行用のタイマー合法化活動を始めると、本格的に始める。お酒の飲みすぎは体に良くないっていうことと、やっぱり、健康にいいタイマーをね、日本も合法化しようじゃないかということを始めると。ための脱退。そして、もう一つの大きな理由ですね。二つ目は、やはりですね、DJ 社長と相当ね、仲が悪くなってしまったみたいなんですね。で、先日発表されたアゲハ、レペゼン地球のアゲハという曲、かなりかっこいい曲でね、まだ聴いてない人はぜひ聴いてほしいんですけれども、そこの概要欄にですね、お酒の飲みすぎで DJ 社長は、この撮影に、PV 撮影に来れませんでしたと、お酒の、飲みすぎには気をつけてくださいといったことが書いてある通りですね、仲が悪すぎてですね、DJ 社長はそのフォイのあんなかっこいい曲の PV 撮影にも来ないほど、仲が悪くなってしまったようです。まあね、原因としてやはりね、お酒ですよね。DJ 社長はお酒が好きで、バカみたいに飲みたい。で、フォイはお酒がそんな好きじゃなくて、大麻の合法化活動をしたい。で、まあ最初はただただレペゼン大麻に入ろうかなぐらいのノリだったようなんですけれども、まあ、最終的に脱退してレペゼンタイマーに完全移籍するっていうまでになったというのはやはりですね、そのレペゼンタイマーに興味を持つ流れで相当仲が悪くなってしまったんじゃないかなということのようですね、噂によると。で、まあ、レペゼンタイマーもですね、これからフォイが加入して曲とかを出していくので、まあ、その中でね、 DJ 社長ディスをやっていけたらなと思います。まあ、僕はディスらないですけどね、フォイがDJ 社長が嫌いなんだったら、やっぱり、ね、曲でディスってボコボコにするのが一番いいと思うし、ヒップホップだと思うんで、まあ、それをちょっとねやっていきたいなと思います。あとですね、レペゼンタイマー、DJ 加藤と、フォイでこれから曲を作っていくんですけれども、どんな曲を作ってほしいのかっていうのをねアンケート取りたいと思いますんで、YouTube のコメント欄にですね、こんな曲を作ってほしいっていうのがありましたら、ぜひぜひコメントお願いします。あとですね、やっぱり我々はすぐやれる DJ 集団ということで、ファンたちとのオフパコもね、もう全然やっていくんで、やりたい人はまた Twitter なんかに DM ください。はい、今回は以上です。ガッシャー。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。